こんにちは、日本画を描いております設楽まさみです。現在開催中の光こもれ人しずく2人展に出品している作品をご紹介いたします。こちらの緑印という F8 号の少し大きめの作品になります。こちらも公園で取材した木を描いたんですけれども、木の奥の日差しの光の感じと、あと木漏れ日ができている風景が美しくて描いた作品です。奥にも風景が見えていまして、その風景と、あとは鳥が飛んでいまして、光に輝くキジバトという、よく市街地や公園に飛んでいる鳥なんですけれども、そちらの鳥を描いています。木を主役に描きたかったので、あえてシルエットで描いております。こちらの作品のお問い合わせは福山町森本店7階美術画廊までよろしくお願いいたします。